のりちゃん、今日池袋母子暴走事故の論告求刑と最終弁論があって、それぞれ意見で揃ったね。検察官は禁錮7年を求刑してる。どう思う？これ個人的な印象なんですけど、禁錮7年って軽いような気するんですけど、これどうなんですか？まあまあ軽いよね、禁錮7年。人が2人亡くなってて、でネットの中でもまあもっぱら軽い軽いっていう意見が多いんやけども、一方で仕方がない事情っていうのもあって、こういうね不注意の死亡事故っていうのはマックスが7年やね。じゃあ故意の死亡事故やったらどうやねん。故意の死亡事故やったらもうそれは殺人罪やから、そうじゃなくて、まあ、過失不注意の死亡事故っていうのは7年以下の懲役禁錮しか求刑できないって決まってるから、検察官としては、まあ、もちろんね軽いんやけれども、最大限の配慮をして、今回最大の7年を求刑したっていうのはそういう流れになってる。これじゃあ上限引き上げたらどうやっていう話あると思うんやけど、これねもうすでに引き上がってる。実はもうちょっと前まで死亡事故って上限が5年やねん。だからどんな悲惨な死亡事故、例えばトラックとかさ、バスがさ、その園児とかの列にね突っ込んでいって、もっと例えば5人とか10人とか亡くなるような死亡事故でも、昔はね懲役マックス5年やったんやけれども、今引き上がって7年になって、その最大の7年が今回求刑されたっていうことやから、検察官としてはやることも全てやったっていうような求刑の仕方になってるかな。遺族の方が最大限の刑罰をって言ってたんですけども、これって考慮されたんですか？十分に考慮されてると思う。これ今回の交通事故ってむちゃくちゃ悲惨な事故やんか。で2名が亡くなってて、しかも暴走事故で、ただやっぱり専門家から見ると、交通事故ってね本当世の中たくさんあって、死亡事故っていうのもたくさんあって、で過去ねもう何十年っていろんな判例が積み重なってる中からしたら、検察官が7年の求刑をするっていうのは十分にご遺族たちの心情とかを汲み取った上での求刑と思うかな。もしねこの交通事故がここまでね世間の耳目とかをね集めてなかったら、ね、過去の刑事司法のね運用からすると6年前後ぐらいのね休憩になるかなと俺思ってたから、まあ、今回ね最大の7年を検察官が選択したっていうのは、まあ、もろもろ全体を配慮してっていうことだと。武さん、次回の判決はどうなりそうですか？まあ、これはねもうまさに裁判官のみが知るっていうことやけど、検察側は有罪かつ最大限の7年っていうようなね、そういう求刑をしていて、一方でね飯塚被告人側は無罪って言ってるわけやから、まあ、死亡事故の中でも一番両極端な主張になってるわけやんか。まあ裁判官はそれ見て、まずは有罪か無罪かどっちにするかっていうのを選択する。で仮に有罪にしたんやったら、じゃあ禁錮いくらにするかっていうのを次決める。7年でいくのか、それとも6年でいくのか、5年でいくのか、まあ、過去の判例とか、あと今回の裁判のそういう証拠を全部照らし合わせて判断することになるんやけども、今回ね過去の事件と照らすと検察官の求刑もちょっと重ためやから、裁判官が判決下す時も過去のね類似の事案、例えばその事故の対応とか被害者の数とか、まあ、そういうものに照らしたら禁錮もね 4,5 年ぐらいに、ね、なる可能性が高い交通事故なんやけれども、今回の事故のねそういうちょっと事情とか特殊性踏まえると5年から6年ぐらいの実刑の判決が出るんじゃないかなと個人的には思ってる。いずれにせよ裁判官にはやっぱり自分のね良心に従って適切な判断を下してほしいなと思ってる。